南北戦争中に第四軍団と呼称された北軍の部隊は二つあった。一つはポトマック軍及びバージニア軍管区に所属し、1862年から1863年にかけて東部戦線で活動した第四軍団であり、もう一つはカンバーランド軍の第四軍団で、1863年から1865年にかけて西部戦線で活動した。 両者は全く別の部隊である。ポトマック軍第四軍団は1862年3月13日に編成され、第一次ブルランの戦いで、旅団長であったエラスムス・キーズが軍団長に就任した。当初は3個師団編成であり、師団長はダライアス・コーチ、サイラス・ケーシー及びウィリアム・ファーラー・スミスであった。1862年9月のアンティータムの戦いに、 際して、高知の師団は、第6軍団に所属替えとなり、戦争終了までそのままであった。軍団の最大兵力は3万7千人であった。第4軍団第1師団の起承1862年3月、第4軍団は、ジョージ・マクレランの半島方面作戦に参加し、カイロ・バージニア半島南東端に上陸し、アメリカ連合国の首都リッチモンドを目指して北西に進んだ。 5月31日から6月1日のセブン・パインズの戦い及び7月1日のマルバーン・ヒルの戦いで南軍の攻撃を撃退した際に主要な役割を果たした。作戦自体は失敗し、ポトマック軍はワシントンに引き上げたが、第4軍団はバージニア半島に止まった。その後、ジョン・アダムズ・ディクスのバージニア軍管区に所属し、1863年7月の ゲティスバーグの戦いの際には、第7軍団と共に、リッチモンドに対する小規模な陽動作戦を行った。1863年8月1日に、軍団は正式に解散した。西部戦線での第4軍団は、1863年10月10日に、近マウガの戦いで大損害を受けた第20軍団と第21軍団の残存部隊を再編して、 結成された。初代軍団長はゴードン・ガードナーであり、師団長はフィリップ・シェリダン、ジョン・パルマー及びトーマス・ウッドであった。第四軍団は1864年11月23日から25日の第三次チャタヌーガの戦いで宿を挙げ、同年夏のアトランタ方面作戦にも参加した。秋に南軍のジョン・ベルフットのテネシー軍が フランクリン・ナッシュビル方面作戦を開始すると、北軍のウィリアム・シャーマンは、テネシー防衛のため第4軍団及び第23軍団を、ジョージ・ヘンリー・トーマスの指揮下に残し、自身は、ジョージア州省土進撃作戦である海への進軍を開始した。第4軍団は、スプリングヒル、フランクリン・ナッシュビルで、フットと戦った。ナッシュビルでは、 トーマスのオハイオ軍は分断されてしまったため、トーマスは第四軍団及びジェームズ・ウィルソンとジョージ・ストーンマンの騎兵部隊のみを指揮した。トーマスの巧みな指揮により北軍は大勝利を収め、フットのテネシー軍は壊滅した。ピーターズバーグで包囲されていたロバート・イーリーが山岳方面へ撤退する可能性があったため、それを阻止するために第四軍団は、 山岳方面への道を遮断するよう命令された。その後の軍団の経歴に関しては、資料によって差がある。二つの資料が、軍団は1865年8月1日に解散したとしているのに対し、別の資料では、南北戦争終了後に、メキシコ出兵中のナポレオン三世のフランス軍の撤退を説得するために、アメリカ陸軍の文献隊として、テキサスに派遣され、 1865年12月に、解散したとされている。アイカーファスター、フォックス、スタンリーズパーソネルレコーズインディケイトヒーコマンディド、ザセントラルディストリクトオブテキサスインジューンドジュライ1865、そうエーコープスコマンダーフォーザエンタイアディスプテッド、ピリオドキャンノットビーアイデンティファイド。ありがとうございます。